はい、おはようございます。イサムちゃんです。はい、ちょっと見えてるかな。いけるね。はい。ということで、兵庫から岡山に向けて今走っております。もう兵庫の神戸でね、荷物を下ろしてきましたんで、1時間半かかりました。下ろしですね。で今から岡山、基本どうかな。今日1000ケースやったかな。いつもので、ね、1時間半ぐらいかかってるんですけどね。その辺はもう仕方ない。体壊さんようにちょっとやってます。多分ですけど、バテる、意外と積み出したら早かったりするんですけどね。まあ、ぜひちょっと今日はしていきたいと思います。で、お昼だけちょっとどこかで、ちょっと済ましてから、積み地の方に、ね、入りたいと思います。ほんと倒れる。今日も結構ね、みんなバテバテやったんで、倒れんように自己管理でお願いいたします。では目的地、次は岡山で行きたいと思います。はい、では今日新しいネタを入れてみましょう。はい、次はご視聴ありがとうございます。次は岡山を撮ります。ご視聴ありがとうございました。はい、こんな感じで行きたいと思います。それでは後ほど。はい、お疲れ様です。今は瀬戸のパーキング、これどっちになるのかな、下り線になるのかな、下り線になるんだね。今着いたら、で岡山に入る前にね、ちょっとお腹空いたん でさっきも喋ったんですけど、10時半とか11時ってお昼、朝ごはんどっちっていうことでね、朝ごはんも食べてないんで今日は食べたいと思います。で今入っても工場がね、どちら昼休みに入るんで、まあその後多分バーって来るとは思うんですけど、とりあえずね、あんまり早く入りすぎてもあれだし、で中で一応でご飯とか食べれないんで、今日はご飯も何も炊いてませんので、ちょっとお昼ご飯バージョンってことで、今日これね、多分1個じゃ足らんのんすよこれ、ね、この間ツイッターのね、視聴者さん、フォロワーさんがいただきましてね、これとりあえず2個、今日2個食べようかな、こんな感じで、うん、2個食べてみようかな、こんな感じで、はい、ということで2個食べたいと思います。はい、では今日はちょっと2個、もういけるでしょ、2個ぐらい、この間超食べたからね、じゃあ2個食べたいと思います。では行きましょう。できました。こちら側の方は、ペヤングの塩味ね、もうここのシンプルなやつで、こっちが、ネギ、塩ネギ豚に感じ、まあ、ネギも入ってますね、まあ、とりあえずね、味比べてみたいと思う。同じ塩同士ですけど、とりあえずね、こっちの塩食ってこっちを食べたいと思います。では食べましょう。では食べましょう。こんな感じで塩多分ね、全然余裕食べれる、うん、ちょっと混ぜとか、あれニンニクのやつはきつかったよ、ニンニクのやつはね。あー、いい匂い、うん、これにニンニク入れたやつが多分このやつね、うん、あー、うまい、うん、うん、一番シンプルで好きかもしんない、
もうあっという間に見える、見えないか、うん、めっちゃうまそうじゃね、ほら、めっちゃうまそう、こういう映画食べたいでしょ、これちょっとだけね、この状態で失礼いたします。マリコさん、やっぱね、食レポあんまり一気に入れたらダメなんですよ。ちょっとだけじゃ、ちょっとボリュームが、はい、こんな感じでいただきます。ちょっと音を失礼します。うん、はい、あ、こっちはあっち、ほんまの塩、ちょっと薄い塩、こっち胡椒が効いてんだ。見えるかな、ほら、このほら、ペッパーが入ってる、ペッパーが、ペッパーくんだわ。こっち食べるとあっち多分塩気が薄く感じる。うん、あれ先にあっち食うでよかった。さすが、ちょっと王道のガッツリガッツリでいきますよ。見えるかな。はい、ということで2つ分、これが成人男性が食べるぐらいの量なのかな。働くお父さんは今日も元気もりもりで食べました。ということで完食です。最近ちょっとね、筋肉落ちてきたんで、あ、落ちてきてはいいな、腕は筋肉がちょっとついてて手摘みしてるから。はい、ということでそのまま潰していきたいと思います。はい、ではご飯作りたいと思います。今日使うのはじゃがいも、そしてあとウインナーが残っているのと、あと何があるかな、なんかあと卵上がるんで、卵も今日使ってしまうのかな、まあ、それでなんか適当に作りたいと思います。何ができるかわからないってことで頑張って作ります。ではね、作りましょう。ちょっとね、今日はもう時間がないんで、この感じのちょっとね、画面越しにブレるかもしれません。初のこの試み、はい、ね、カメラ見ながらやっとるよ、すげえ見えるとこに転生しないちょっとやばいですけどね、こんな感じでやります。ちょっと早くしよう。はい、それではね、今からじゃがいも、今ねこれ皮だけ剥きました。で、あとはこれ平手も残って、平手も使いましょう。平手とで、ウインナーね、ウインナーもこれ切っていきます。とりあえずね、もうじゃがいもはとりあえず、切ろう。適当でいきます、適当でね。はい、適当でいきますよ。怖いな、こんな感じでね。じゃがいもどうしようかな、しまったな、細く、あ、しまった、もういいわ、切り方失敗した、まあいいや、やってしまったわ、切り方が失敗したわ。か、こんな感じでとりあえずスライスにしたらよかったな、いいか、ね、よし、これとりあえずこっちで置いとこう、こんな感じで、こんな感じでね、よいしょ。こんなとこに噂のやつや、見て、皆さん見えるから、ちょっとブレるであれか、これ見て、歌舞伎もの連合ということでね、これでも僕の知ってる方のね、方がやられてるやつなんですけど、これね、ステッカーこの間届きました。はい、ありがとうございます。ちょっとアピールしておこう、申し訳ない、こんな感じでアピール仕方申し訳ない、僕はもう料理なんでこういうアピールしかできません、申し訳ない。怒られるんちゃうかな、怒られた時はその時はもうごめんなさいで謝る、うん、
その時はこの動画を消させていただきます。まあ、それ言いながらね、ちょっとこれアピールしとこう。はい、ということで、ウインナーも切っていきましょう。ごめんなさい、もう次からしませんよ。大事なステッカーなんで、はい、見てた気使うから切られへん、ちゃんとね。こんな料理の仕方あるか言われるけど、あとこれね、ウインナー落ちた、ウインナー落ちた、ウインナー落ちた、よし、もう手がぬるぬるやわ、手がぬるぬる。まな板いらんかったんじゃねぐらいのあれやけど、ね、本屋しねえよ、同じね、同じ練り物ってことで、まあええかと思いながら切ってたよ。半分はこの状態、半分は細かく切る、これがイサムちゃん流。危な、包丁当たりかけた。はい、とりあえずこれね、ごめんなさいね、本当にもう怒られたらその時はもう謝ります、ごめんなさい。ということでこれが歌舞伎ものねご、僕もねこのステッカーもらいましたね、あのトラックにまた貼っときます、ありがとうございます。はい、ってことで今からね、やりたいと思います。はい、ではトラックやっていきましょう。まずはここにね、油をさして、はい、油入れてね、油入れますよ、油、はい、はい、入れて、はい、つけて、はい、ええ感じで、よし、よし、よし、あー全然回らへんな、よしよしよし、はい、完成です。これが巷で噂のトラガール親衛隊歌舞伎連合の完成です。なんでやねん、なんでやねん、怒られるわ、すいません、もう大臣、大臣おいときにちょっと1回だけやりたかったんで、冗談でね、ありがとうございます、おいしくいただきました、ありがとうございます。まあ基本的にやるのは硬いもんからいきましょうか、それ以外は全部できるからね。からいったらもういい、もう、あー落ちる、はい、寄せってか、なかなか出てこんねや、もう今めんどくせえ、結局入れるんかいって、入れる入れる、全部入れる、全部入れるスタイル、全部入れるスタイルって感じでね、ちょっともうピントが合ったかどうかも分からんけど、塩コショウね、安定の塩コショウいきましょう、塩コショウ少々少々お待ちくださいってね、はい、で、はい、こんな感じでやりましょう、ごめんなさいね、ほんとこのタレをどうしようかと、すき焼きのタレにいきます入れてもうたわ、何してんの俺、ああ今日はそうしとこう、これぐちゃぐちゃバーガー、何してんの俺、火止めようか、火止めようか、違う違うですね、強火するかあかんので、ちょっと弱火で置いていきたいと思います。これかかき混ぜるの焦ったわ、ここに置いておいた、
はい、ということでこれで完成です。じゃがいもとウインナーの、卵とじです、丼です。はい、でこちらが、はい、これがね、巷で噂のトラワール親衛隊、歌舞伎村連合の、揚げ物です。はい、完成です。はい、ではちょっと食べていきましょう。もうほんま美味しそう、めっちゃ美味しそう。はい、では食べていきましょう。これね、ちょっと一発目こんな感じで、うん、すごいうまそう。もういいんだから、うん、うまい、安定の味。あ、ちょっと卵もらいたいな。いけるのか。あ、卵もいい感じやね。すげえ、見て、美味しそうよ、めっちゃ。あかん、やばいな。うまっ、うん、うまっ、うん、うん、うん、東北バージョンみたいな感じです。これうまい。やっぱりこいつ聞いとんね。こいつ何でもいける。万能。じゃなくてもいいです。あの他の野菜でもいいですよ。はい、何でもいいですね。あのウインナーとね、もうちょっと細く切ってもいいかな。最悪はね、チャーハンにしてもいいのかな。うーん、はい、ということで、まあ、何でも合うわね。まあ、あるもんで、これでもウインナーもこの2つ2袋で130-140円だかな。であとはさっきのあのあれハンペンみたいな、なんていうのあれも50円だかな。 4枚入って50円、安いんでね。ぜひともあの安いもんでやってください。はい、ということでまたいろいろねやっていきたいと思います。皆さんぜひともいいね登録といいね、あとこれ、そうさっきからねこれバンバン出しますけど、これ見えるかな、歌舞伎もの連合のね、ステッカー、もしどうしても欲しいっていう方がおられましたら、どうしてももうね、もうツイッターではつぶやいてないですけど、残りわずかなんで、またあのもしかしたら新作とか出るかもしれません。その時はね、まだツイッターでもつぶやきますけど、あの歌舞伎もの連合、お金はかかります。かかるはずです。僕も買いました。はい。ということで、もし、これ見て、うわ、あのステッカーかっこいいとか、いいね、それとか思う方、ぜひいましたらね、YouTube のコメントでもいいですけど、ツイッターの方、YouTube からね、ツイッターの方止めますんで、リンク貼ってますんで、そちらの方に。で、あと、またこれ、歌舞伎面、これのね、あれありましたら、DM でもいいですんで、ぜひとも YouTube のコメントでもいいですんで、また言ってください。はい、まあ YouTube の方飛んでもらったら大丈夫ですんで、この方 DM 行っていただきましたら、ぜひともよろしくお願いいたします。またいろんなグッズできてますんで、またその辺の詳細もツイッターでつぶやいております。ぜひとも見てください。そうね、このね、多分、ね、こうしとこうか。こうしとこうか。ここ。ここら辺ね、多分この辺に、写真、この、代表の方の写真、すげえ綺麗な方、そしてすげえ面白いの、だからぜひこの辺に、この辺に、うん、ちょっとわからないですけど、この辺には出せるようにしておきますんで、ぜひともまた見てください。あのツイッターのキャス、ツイキャスもやっておられますんで、すげえ美人、めっちゃアピールしとこう、めっちゃアピールしとこう、この辺で、見てますんで、またよかったら動画の方を見てください。それでは、またねー。